どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日もこの小さなウクレレを使いまして、いろいろな曲に挑戦していきましょう。さあ皆さん、音楽始めましょう。音楽って聞くのもいいけど、やる方がもっと最高です。本日のテーマソングはヴィンテージソングいきます。ドーン、青い山脈。この曲はですね、映画のね、あの主題歌ということで、なんとその映画の公開とこの曲が出たの1949年です。今2021年なんで72年前ですよ。もう素晴らしすぎますね。この青い山脈はですね、ガズも以前ね、その老人ホームさんだとか、デイサービスのところとか行ってウクレレ演奏すごく仲間内でやってたんですよね。その時、この曲もめちゃくちゃ盛り上がる。おじいちゃんとおばあちゃんにとってはもう本当にね、もう青春の1ページで、もう涙を流して一緒にもう大合唱してくれるね。そういうものすごいこう絆を深めてくれる名曲なんです。もしね、そのような機会があったら皆さんこの曲でこう世代を超えてね、こう同じ曲をもう大合唱する。この豊かさね、ぜひ味わっていただけたらと思います。はい。いつものように2バージョンでやっていきます。最初のバージョンは初心者様でもなるべく簡単にできる入門コード4つですよ。これはですね、なかなか簡単にアレンジしておりますので、ぜひ初心者の方も挑戦してみてください。はい。後半はかっこいいバージョンやります。かっこいいバージョンではちょっとかっこいいコードに置き換わったり、リズムもですね、今回ちょっといろんなリズムでね、やってみるのもいいかなと思って、そんな感じでやってみようと思います。2バージョン最後までぜひともご覧になってください。さあ皆さん、音楽始めましょう。音楽って聞くのもいいけど、やる方がもっと最高なんです。今ご覧いただいているガズレレ YouTube チャンネルではですね、今までね、楽器やったことないけど私やってみたいなとか、楽器は昔チャレンジしたんだけど挫折しましたとか、なかなか機会がないですという、そんな皆さんがですね、あっという間にウクレレ弾いて歌う弾き語りができるプログラムを用意しています。このプログラムをですね、見てね、今もう全世界中の方がもう何万人もガズレレ YouTube で音楽始めてますよ。皆さんも始めましょう。もうちょっとしたらそのプログラムをここにリンク貼り付けます。このリンク先に行ってもらって、上から順番に YouTube 動画見ながら、ウクレレ触ってるだけでも本当にすぐできますからね。これ YouTube なんで無料ですよ。今すぐ始めましょう。はい、こちらからどうぞクリック。いってらっしゃい。そこには今までガズが取りためてきた世の中にあるありとあらゆる音楽ジャンルの曲が、このちっちゃいウクレレ一本でめちゃくちゃ簡単に弾けるようにしているレッスン動画、すでにもう1500曲ぐらいもうアップロードしております。今日みたいな昭和の名曲、ここにいっぱい、溜まってるページ、シェアしておきますので、ぜひご覧になってください。それではやっていきましょう。青い山脈、ガズレレ流シンプル簡単バージョン、ゆっくりやってみます。1、2、3、4。ランランラン、ランランラン、ララララランラン、ランランラン、ランランラン、ララララランラン、ラン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 わかるい歌声に流れは消える、花も咲く、青い山脈、雪割り桜、空の果て我夢を呼ぶ、古い上着をさようなら、寂しい夢をさようなら、青い山脈、バラ色雲へ、憧れの旅の乙女に通りもなく、父も夢見た、母を見た、旅路の果てのその果ての青い
言われたに金かなる。せーの、青い山脈ガズレレ流シンプル簡単バージョンゆっくりやってみました。これは何とも言えないこの切ないメロディーですけど、ちょっと元気になれるようなね、こう歌詞のメッセージもありつつ、元気に歌っていきたいやつでございます。はい。今聞いていただいて分かったと思うんですけど、あのね、本当は1番と2番と3番と4番っていう4番まである曲なんですね、こちら。なんですけど、ちょっとまあ、あのガズレレショートカットバージョンで、今回は1番、2番、4番というちょっとショートカットアレンジさせていただいております。3番もやってみたいよという方いらっしゃったら、コード進行全く一緒ですので、3番の歌詞を書き足してオリジナルの楽譜を作って演奏してみるのをおすすめします。とにかくですね、最初はゆっくりでいいんで、あの今やったシンプル簡単バージョンのガズレレ YouTube と一緒に動画と合わせて、なんとかこう合わせてやってみるところを1個目のゴールにしといてくださいね。それができたらでも本当素晴らしいことだと思うんですけど、次のステップもちゃんと用意しております。次のステップはどんなステップかというと、今度は YouTube に合わせるんじゃなくて、皆さんお一人だけで演奏してみる。自分でリズムとメロディーとこう、コードを変えて音楽を生み出す。これをやってもらいたいんですよね。その時にね、やっぱ最初のうちは、楽譜見ながら練習するのがいいと思うんですけど、いずれ覚えちゃいたいですけどね。じゃあ楽譜ってどうやってどこにあるんですかってことなんですけど、今ですね、ガズはですね、自分でこのノートにこれを書き出して、今この楽譜を自分の楽譜を見て演奏していったんですね。もうちょっとしたらこのカメラにこの楽譜を大写しにして、こんな感じでメモるのはどうですかということでシェアしようと思うんですけど、今このサービス始まってます。ガズクラブです。このガズクラブっていうのは一体何かというと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今日の青い山脈を含むガズが書いて書いて書きまくってきた手書きのノート楽譜の中から、毎月5曲、皆さんが面白そうなのやってみたいなと思われる曲をダウンロードしていただいて、すぐに練習できるよという画期的なサービスなんです。でね、このね、ガズクラブっていうのは楽譜のダウンロード以外にも山盛りのコンテンツがいっぱいついておりまして、まずですね、ガズクラブメンバーになったらガズクラブメンバーだけが使えるアプリがあります。すごいでしょ、アプリですよ。そこで落とした楽譜の管理だとか、いろんな情報とかこうゲットできるっていう、まあ画期的なそのアプリがあるんですよ。これがまた素晴らしい。そしてあとはですね、ガズオンと呼ばれている毎月2回行われている全世界中から参加していただける、ものすごいでっかい規模でやっているオンラインイベントがあります。オンラインライブでもう全世界中で一緒になってわーっとセッションしようということで、毎月課題曲を決めて、まあ月2回やってるんですけどね、次回はこの日程になってます。もういつも大盛り上がりです。もう汗だくでね、もう世界中とセッションみたいな感じでやってます。そして毎朝7時からガズ、ラジオ配信をしているんですよ。これがすごいです。ガズクラブの特典すごいでしょ。毎月2回のオンラインライブ配信と、毎朝7時から365日やってるラジオ配信。ここでもね、なかなかいい話が聞けますからね。あとそれと楽譜のダウンロードもちろんと、もう盛りだくさんになってるんですよね。ぜひ皆さんガズクラブご検討ください。あともう一つのサービスやってて、ガズクラブとは別のサービスなんですけど、このガズレレ大学です。こっちはですね、ちょっとこのリズムの深めようとか、ウクレレのもうちょっとその奥に、もうちょっとその深めたい、もうちょっと知りたいっていう、ちょっとこれ勉強、大学ですからね。これアカデミックなことをやります。こっちはですね、毎週2回のライブ配信コンテンツでも濃厚にリズムとかコードの抑え方とかも研究室みたいなもんで、ここもね、なかなか面白いんですよ。毎週2回ライブ配信で講義、ガズレレ大学の講義をやっておるというね、なかなか面白いことになってまして。そういうわけで今、ガズクラブとガズレレ大学とか2つあるんですけど、まあガズクラブのイメージは、こう楽譜ダウンロードしてもそこでみんなでワイワイやる、もう街づくりみたいな感じで、もう本当に楽しい集まりって感じで、ガズレレ大学はちょっとこうアカデミックなね、お勉強するスタイルなんで、ちょっとこうシュッとしてキャンパスライフ行こうぜみたいな感じなんで、まあまあご検討ください。概要欄にねリンク貼っときますんでご活用ください。それでは楽譜を見ていきましょう。青い山脈、はい、藤山一郎さんが歌われて有名ですけれどもね、これ2021年改訂版って書いてあるんですけど、以前ね相当昔に一回取り上げてるんですけど、今回ね本当にパワーアップして2021年バージョンで、紹介していきます。まずこのイントロ見ていただきたいんですけど、ちょっとここだけワンブロックがちっちゃくなってますからね、ここ注意で、ここから普通の大きさになってますけど、1234、1234ってなってます。でここ下にくるっと囲ってあるじゃないですか。ここはですね、上の段はシンプル簡単バージョン、今やったやつで、下の段は後半やるかっこいいバージョンではこのコードに置き換わるということで、シンプル簡単バージョンは、
Dm というコード F に置き換えてます。これで初心者の方ってちょっと Dm 難しく感じる方が多いんで、もし Dm 抑えられるよという方は F のところ全部 Dm にするとさらに響きが良くなりますんで、これは Dm ちょっと難しいなという方のちょっと代替えで F に変えてるぞということなんで、お見よしくだ、お見置きしり、え、な、思う、分かっといてください。はい、じゃあこれこうやって映していきますので、一時停止してメモっていただくか、あとは動画のテロップ、演奏中の動画のテロップを一時停止してメモっていただくか、あとは先ほど紹介したガズクラブでこの楽譜そのものをダウンロードしていただくのもいいと思うんですけど、とにかくあの楽譜を用意していきましょう。でこの1番でこの3行で1番になってるんですね。はい、でコード進行は1番も2番も3番も一緒で歌詞が変わっていくだけです。はい、でキーポイントになるのがちょっと皆さん気づいたと思うんですけど、ここの前奏にある2拍ですね。ここ1、2ってちょっと2拍開けて若くて歌に入ってきます。この2拍が結構ポイントでございまして、でここの途中のところでも、2拍ね、こう止めるっていうのが入るんですよ。ここをやってみると、空の果て今日も我らの1、2、夢ってここ2拍止まってこういく、ここの2拍、2拍この2拍がちょっとね、まあ、でも聞いてもらえれば分かるとね、レッスン動画、デモ演奏を聴いていただいて、まあ、原曲も聴いてもらうと、ここ、こういう風になってるんでね。はい。さーっと映していきます。これずっと同じです、コード進行で。歌詞が変わるだけですからね。はい。このシンプルな曲なんですけど、味があるというか、なんと言いますか、なんというかね。はい。進んでいきましょう。じゃあ、コード、出てくるコード解説。赤く囲ってるコードは後半やるかっこいいバージョンなんです。はい。なので、ひとまず隠しておきましょう。出てくるコード見て、簡単に入門コード4つですよ。Am と F と C と E7。はい。ここ、よく G7 はありますけどね。この並びはちょっとね、珍しいですけど。まあ、どっちにしても超入門コードですから、これ安心してください。はい。はい。この4つのコードなんですけど、あ、そうだ。さっきも言ったんですけど、かっこいいバージョンでは F のコード全部 Dm に置き換えるといいですよ、というふうにお伝えしています。で、この Dm もね、一応これ、入門コードのグループなんですよ。はい。なんでちょっとね、この B7 というやつが後で解説しますけど、この今映ってる5つ、これはですね、入門コードのグループ、皆さん、安心してください。これです。ガズレレ必須コードです。このガズレレ必須コードっていうのは一体何かというと、ウクレレで音楽始めたいなと思ってる皆さんに一番最初に覚えてもらいたい入門コード10個のグループ。10個もあるのか多いなと思うかもしれないんですけど、安心してください。入門コードなんで1個ずつ見たらどれも簡単に抑えられるんですよ。だけど、いっぺんに10個覚えようと思うとね、指とね、なんかコードネームがごちゃごちゃになってわけわかんなくなっちゃうんで、私がめちゃくちゃわかりやすく解説してる動画、作ってます。ここにそのリンク貼っとくんで、ここの動画見てね、コード10個覚えちゃってください。今日はだからそのうちの5個ですけど、まあ、すぐ覚えられます。これ入門コードなので、じっくり取り組んでね、コードはいずれね、遅かれ早かれやっぱ暗記するものなので、ちょっと前向きにコードを覚えていきましょう。はい。そしたらここからかっこいいバージョンの解説に入っていきます。なんですけど、いつもこのタイミングで言ってんですけど、今のね、シンプル4つ弾きで、歌をしっかり掴み取ってくださいね。この歌もですね、なかなか味がありますよ。わかーく、あっか、ちょっと歌を跳ねてるんですね。わかーく、あっかるい歌声に、なんか独特のこの、まあ、演歌とも言わないんですけど、なんか独特のこの、テンポ感っていうか、言葉のリズム感みたいなのもこう感じ取っていただいて。で、この4つ弾きでね、そのしっかり歌をマスターしてから、かっこいいバージョンの方、練習に入っていくのがいいかと思います。はい、じゃあかっこいいバージョンの解説、これから入っていきます。1個。コード、かっこいい響きのコード追加です。ちょっとこれね、押さえづらい。B7 というコードいきます。B7 というコードを解説すると、ここと、ここと、ここ、こういう風に、3段階で階段みたいに押さえるんですね。で、1弦は押さえない。切ない響き。これ押さえたんですけど、これだけ見るとそんな難しくないかもしれないんですけど、この曲で言うと、Am から D7 っていうコード進行なんですけど、Am からそれ行くとわかりますけど、すごくこう、バタッとこう、全体の軸が変わるっていうか、一回指が宇宙遊泳みたいにパッと離れるんですよ、全部。ここら辺でネックがこうカコって下がっちゃったりするんで、キーポイントとしてはここの、ここわかる？ここでネックをこう支えて、Am 押さえてて、で、一回手離しちゃってもここに乗っかってる状態にしてスライドさせてみたいなイメージとかいろいろちょっとやってみてください。ちょっと見てて、ガズさんの場合、Am 押さえてこうする。パッとこう、ふわっとさせてここに行く。この B7 やってみたらわかります。なかなかスムーズに抑えるのちょっと難しいかと思うんですけど、チャレンジしてみてください。ちなみに B7 もう一個押さえ方があって、2フレット全部ビシッと押さえちゃって、2弦の3フレットこうやってビチッと立てるのでもいいんですけど、こっちの方がね、ちょっと難易度高いと思うんですよね。でもこっちの方が楽だという方はこれもいいですよ。2フレット全部制覇という押さえ方してピョイッと立てる。まあでも初心者さんはこっちの方が押さえやすいと思います。同じ響きです、これ。はい。
B7 使ってかっこいいバージョンやっていきましょう。じゃあ次リズムの解説なんですけど、これはですね相当迷うところでございまして、本当はですね聞いてるとちょっと16ビートっぽいんですよね。なんていうのかな16ビートっぽいんですけど、ウクレレの16ビートでやるとすごくなんかねガチャガチャしちゃってる感じがちょっと出ちゃうなと思ったんで、今日はですねいろいろ考えた結果、1番と2番と、まあ、今日は3番をショートカットしてるので4番というふうに順番でやるんですけど、1番は8ビート、2番は8ビートのチャ、3番はアイランドビートというこの3つのリズムで、それぞれちょっと演奏してみようかなというふうに思います。そして皆さんは、その中でかっこいいなと思ったリズムをちょっとやってみていただくのがいいんですけど、あのね、アイランドビートっていうリズムが本当は一番合うなって思ったんですけど、ちょっとね、あの難易度高いっていうか、他のリズムに比べるとちょっと難しいかなっていうところがあるんで、ちょっと練習してでも面白かったらこのアイランドビートっていうのをすごくおすすめします。で、一応ですね、この3つの弾き方、解説動画バッチリあります。この3つのリズムの解説動画、ここのリンク行ってください。このリンク先はウクレレでできるリズムのいろいろというガゼレレホームページの1枚で、その中から8ビート、8ビートのチャン、アイランドビート、それぞれの濃厚レッスン動画がもうそこにアップロードされておりますんで、びっちり動画見て練習してください。まず8ビートっていうのはこれリズムのね基本なんですよ。こういうストロークって言うんですけど、右手でこうやるのね、これが基本なんで、まず8ビートはやってもらっていいと思いますね。じゃんじゃじゃんじゃじゃんじゃんじゃじゃんじゃ、この曲で言うと若く明るい歌声に、こんな感じになりますね。で、その次のステップは8ビートのチャ。これは今と全く同じ弾き方なんですけど、このチャという打楽器の要素が加わる。今のところやってみますと、わーく明るい歌声にチャ、このチャを入ってちょっとよりこう打楽器的なこのビート感を出す、ノリを出すということが目的でございます。で、今日一番本当はおすすめしたいんですけど、まあこのアイランドビートっていうビートなんですけど、これはですね、ちょっとこんな感じです。若く明るい歌声、どんどんチャカタカ、どんどんチャカタカ、どんどんチャカタカ。ちょっと16ビートのノリなんで手首のね、この柔らかさが要求されるんですけど、本当はこのね、アイランドビートが一番合うんじゃないかなというふうに思うんですけど、はい。それぞれの皆さんのね、印象とか、レベルに合わせてちょっとやってみていただければなと思うんですけど、今回のデモ演奏のバージョンでは、今みたいに1番、2番、まあ、4番で弾き方を変えてやってみようと思うので、ちょっとね、ご注目ください。この曲はですね、まあ、ものすごくシンプルなんです。曲の構成としては。シンプルなんですけど、さっきもちょっとご紹介しました。2拍っていうところが、ちょいちょい入ってきます。まず、前奏の最後のところに2拍プラスされて、あと、1番、2番、4番、それぞれの一番最後のところで、2拍のこう止まるところが、空間が出てきたりとか、そこら辺がキーポイントかなと思います。で、コードはまあまあ簡単で、まあ B7 とか出てきますけど、比較的簡単なんですけど、やっぱその8ビートとか、アイランドビートとか、弾き方によってね、まあ難易度がすごく変わると思います。けども、基本シンプル。なんですけど、やっぱり歌ですね。歌をですね、藤山一郎さんっぽく歌うっていうか、こう、昭和のね、こう、歌手さんみたいな感じで、なんか、あのムードで歌おうと思うと結構、その、歌のこの難しさっていうか、面白さっていうかが、楽しめるんじゃないかなというふうに思います。はい。でもこの曲はやっぱり、先ほどの冒頭でも言ったように、おじいちゃんおばあちゃんとかと一緒に、セッションするっていう時は、本当にこう、みんなでシンガーロング一緒に歌えるような、ニュアンスでやった方が逆にね、豊かな音楽に近づくかなという感じだと思うんですけども、はい。心を込めて、まずゆっくりね、結構早くなっちゃいがちなんで、まあガズもすごい気をつけますけど、ゆったりやるのがいいと思いますね。この日本が誇る、もうヴィンテージソング72年前の曲をこのちっちゃいクレーで奏でるこの豊かさ、味わっていきましょう。はい。青い山脈ガゼレレ流かっこいいバージョン、やってみる !1,2,3,4! ラン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 、タラララランランラン。ラン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 。さよなら。
寂しい夢をさよなら、青い山脈まだ色通りもなく父も夢見た母見た旅の果てのその果ての青い山脈緑の谷にかねえがなる。せいろ青い山脈ガズレレ流かっこいいバージョンやってました。もうなぜかガズめちゃテンションが上がるっていうか、なんかこう入り込んじゃうんですよね、この世界観に。このリズムもなんかこう心地いいし、あの歌のね、やっぱり日本の感じですよ。あの歌のメロディーとか、なんていうかな、こうな懐かしいっていうか、和だなって感じがします。はい、思いっきりいろんな世代歌っていきましょう。さあ皆さん、ご案内です。今日今使ってたこのガズのわがままウクレレと、こちら、初心者におすすめのガズの初めてウクレレ、この2つのウクレレ今現在予約注文と、販売再開になっております。あとね、セミオーダーウクレレの方も、予約を受け付けておりまして、まあまあその辺のことですね、興味ある方ぜひここちょっと一回覗いてみてください。これガズレレのアプリがあるんですよ、ご存知ですか。あのスマホとかタブレットに入るアプリなんですけど、ここにですね40曲の新しい曲のブロックが追加されたそうというニュースが最近飛び込んできました。あとそれに、まあ、付随しまして、そのアプリのね、アプリで提供している楽譜がこうやって書籍になって本当の本になっちゃったっていう、これも新発売です。これガズレシピ。そしてですね、これも皆さん毎度おなじみだと思うんですけど、このリットミュージック社から出てるこの赤青黄色信号機みたいなこのガズレレのこのソングブックと教本なんですけど、この度ねこの緑色の本がですね4月にですね、リニューアルして中身がちょっと入れ替わってですね、さらに進化版になって、発売になります。これもね概要欄のところに貼っといたりします。それとさっきもお伝えしたんですけど、ガズレレ大学とガズクラブ、こちらの方も大変盛り上がってますからね、これの方もさらにフォローしてもらいたいと思うんですけど、あとちょっとあのここにいつも挟んでるこの水引きだとかストラップとかキャップだとか、もういっぱいグッズも盛りだくさんで盛り上がっております。いや、これからねちょっと春めいてきて暖かくなって、お外行って公園とかでね弾くのにもすごくいい季節だなと思います。音楽は聴くよりやる方が最高。皆さん日常生活にポップな音楽を取り入れてまいりましょう。またガズレレ YouTube チャンネル見てくださいね。今日は見てくださってありがとうございました。さようなら。